ラジオを聴いているみんなこんにちはここからは第7回ファンクラブバトル優勝記念「バッサゴ」のゆるゆる一人りりの時間だよ進行は私バッサゴでお送りするねあ <laughs> ごめんねなんだか緊張しちゃって。 でも最後まで頑張るから応援してくれると嬉しいな <laughs> えさてまずはじめにファンクラブバトルに参加してくれてみんなありがとう第7回もみんなが一生懸命応援してくれたおかげで大盛り上がりだったよそれにしてももうこのファンクラブバトルも 始まって7回になるんだね最初は新しいお祭りが始まったって噂が広がってどんなことしようかなって相談してたなワイワイ盛り上がって賑やかで楽しかったけど今はもっとすごく賑やかで楽しいお祭りになってるよね出店もいっぱい増えたし。 開催期間が近づくとね私たちはみんなの応援にどう応えようかなって話題で持ちきりになるんだよ。<laughs> ラジオを聞いてるみんなは知ってたかな <laughs> 知らなかったら知っててほしいな私たちも毎回ドキドキなんだよってこと。っ <laughs> それにしても。 ファンクラブバトルっていいお祭りだよね誰かを応援して応援される側は感謝を伝えられるこの時間があることが私はすごく楽しみなんだだからね今回優勝させてもらえてすごく嬉しいのだって。 ラジオならみんなに「ありがとう」って言えるでしょウフフはめいっぱい私を応援してくれた人にあもちろん「ワンクラブバトル」に参加してくれたみんなにも感謝の言葉を伝えていくからよろしくね <laughs> よしじゃあ次はは「ワンクラブバトル」の様子をお伝えしていくよ。 ディレクターさんからね、バトル中の様子をまとめた資料をもらってるのこれで当時の状況を振り返っていくねえなになに第7回ファンクラブバトルは前回開催2位3位のバッサゴ・アスタロトを中心に新規参戦組のヨルムン・ガンドやフェンリルといった面々が どのように割り込んでくるかがポイントとなったあそうそう今回からヨルムンガンドさんやフェンリルさんも参加してたよね二 <laughs> 人ともよく食べるから街の人たちがたくさんご馳走を用意してたんだそして初日はネビアタウン、リリス、フォルカス、グシオンがスタートダッシュを決めたが すかさずパッサゴマステマが順位を上げてきた <laughs> 本当にすごかったんだよ前回もだったけど始まってすぐ激戦だったからドキドキが止まらなくて <laughs> みんなでぎゅっと手を握り合ってたのそしたらアスタロトさんがね「そう難しい顔をするな。 応援してくれているみんなに笑顔を見せてやれって言ってくれてそのおかげでみんな落ち着けたんださすが領主様だよねアスタルトさんが隣にいてくれて本当によかったへえー、未明にはクロセルフェンリルが順位を上げてきており混戦を期待させる開幕となった。 しかし待望の花嫁衣装を披露したバッサゴの勢いは止まらずそのまま第7回ファンクラブバトルの優勝者となった <laughs> そっかみんな私の花嫁衣装見てくれたんだ <laughs> ちょっと恥ずかしいけどさとっても素敵なドレスだったから褒めてもらえて嬉しいし。 それが優勝の決め手になったなら誇らしいな <laughs> えそしてまた2番手以降はアスタロとリリスサトリマステマと前回構想したメンバーと今回から参戦のクロセルらが目まぐるしく順位を入れ替えながらの戦いとなっていた最終日の投票終了間際では 5位から7位が非常に混戦となっておりガープフェンリルリリスがしのぎを削る状態となっていた最終的にリリスは惜しくもこの3人のポイント勝負は敗れてしまったがラッキーセブン賞受賞となったはぁ…はぁ… 飲み上げてるだけであの時の時緊張感を思い出しちゃった <laughs> 投票最終日までどうなっちゃうのかわからなくって会場の熱気もすごかったなあそうそうポテンシャル賞も激戦だったから続きも読んでいくねえっとポテンシャル賞では登場からわずか2週間余りの「ヘイロンが」 1>, 1位に輝いたまたポテンシャル賞4位のドラコ6位のマンドラゴラは入れ替わりの激しいポテンシャル賞において長く上位となっておりコアなファンの頑張りが見える結果となっているはあヘイローさんは今回から参加だったけどポテンシャル賞で1位を取っていてびっくりしたな、はあ 本人,は、ね、人前に出ることをちょっと不安がってたけど声援を聞いてからは答えないとって頑張ってたんだよドラコさんとマンドラゴラさんもすごいよねそうだいつかみんなを自分たちの村に招待できるように村を大きくしなきゃって2人が相談してたことみんなに伝えておくね。 そして最近のファンクラブバトルはかなり混戦模様となることが多く次回のファンクラブバトルではいったいどのような展開になるのか非常に楽しみな一戦となった、はあ、これは次のファンクラブバトルも目が離せないねだから次もみんなが応援したい人を応援してくれると嬉しいな。 あ,あそうだなあっもう始まってたごめんね今ディレクターさんから優勝したときのことを話してほしいって言われてたのえっとね優勝したときは <laughs> ごめんなさい最初は何がなんだかわからなくてポカーンとしちゃってたんだ 優勝っって言葉の意味もわからなくなくゃってアシタロトさんやクロセルさんにみんながお祝いしてくれてるよって背中をさすってもらってようやく気づいたの二人から会場の人を見てあげてって言われてその通りにしたら私の名前をたくさん呼んでくれるみんなの声が聞こえて。 それでようやく実感できたんだ、はあ、私、あ優勝したんだってその後で岸さんからお祝いの料理のリクエストを聞いてもらったの <laughs> たくさん作ってあげるよって言ってもらえたからちょっと欲張っちゃった私が食べたかった料理は一品だけにしてもらって あとは岸さんと一緒に会場のみんなの好きなものを聞いて回ったんだよ私のためにお祝いしてもらえるのは嬉しいけどこの優勝は私を応援してくれた人がいてこそだからウフッりをたくさん作ってもらうことになった岸さんには悪かったけどねは <laughs> パーーティーにはいろんな人がお祝いに来てくれて嬉しかったなアスタロトさんがね採れたての野菜をたくさん用意してくれたから新鮮な野菜を使った料理をいっぱい食べられて幸せだったよお日様をたくさん浴びて栄養たっぷりな野菜ってなんであんなにおいしいんだろうねあそれからね トラソルテオトルさんとワラクさんとワルさんがフラワーシャワーで優勝をお祝いしてくれたのあ,あとね私びっくりしちゃったんだけどドレスまで用意してもらったのウェディングドレスはこのお祝いには似合わないからってワラクさんが新しいドレスを作ってくれたんだエヘヘ すごかわいかったんだよワラクさんはね慈善活動の一つとか会社の宣伝って言ってたけどね <laughs> あとトラソルテオトルさんが面倒を見ている子どもたちからはお手紙をもらったのお祝いの言葉と私の似顔絵が書いてあって嬉しくて少し涙が出そうになっちゃったっ <laughs> 寂しいけどお便り読み上げタイムを始めていくね、はあ、どんな声が届いてるのか楽しみだな、えー、ハンドルネームプレアデスさんバッサゴちゃん優勝おめでとう今までの努力がついに実を結びましたね本当におめでとうはあ 昔から応援してくれてたことちゃんと知ってるよ優勝まであとちょっとって回もたくさんあったよねそれでも変わらず応援し続けてくれて本当にありがとうそしてハンドルネームソプリカさんいわえ女神様のご降臨じゃマッサゴちゃん優勝おめでとうございます <laughs> 女神様なんてそんなに褒めてもらえるなんて嬉しいなこれまでもこれからもサプリカさんの女神様でいられるように私も頑張るねいつも応援ありがとうハンドルネームディオネさん海の見える教会で夕暮れ時にお祝いパーティーだもちろん キッさんのてりょうりでゆうしょおめでとう <laughs> ディオネさんありがとうキッシさんの料理はいっぱいごちそうしてもらったから今度は二人きりで海の見えるき会で褒めてもらおうかな <laughs> なんてねそしてハンドルネームシオンさん バッサゴちゃん、優勝おめでとうございます花嫁衣装の追い風もあって、1位で駆け抜けれましたねウェディングドレス姿、本当に素敵です、はあ、ウェディングドレス、見てくれてありがとう昔から応援してくれてたシオンさんに言ってもらえると私もすっごく自信が持てるし、本当に嬉しいな シオさんも投票数1位おめでとうこれからもよろしくねお次はハンドルネームコーさんバッサゴちゃん優勝おめでとうこれ以上ないタイミングだったし優勝できてよかったコウさんいつも応援ありがとう前回優勝が惜しいところで取れなかったし 素敵なドレスも見てもらえたタイミングだったからよかったのかなコウさんも投票数3位おめでとうおーハンドルネーム漢字の小さい「小に平和の輪「和でコウさんって呼んでもいいかな優勝おめでとうラジオが楽しみ <laughs> ラジオやってるよコワさん聞いてくれてるかな私今すっごく楽しいよコワさんも楽しんでくれてたら嬉しいなお祝いのコメントありがとうねえっとハンドルネームヒロさん優勝おめでとう衣装替え登場もバッチリのタイミングでしたヒロさん ありがとう。<laughs> みんなドレスを見ててくれたんだねこんなふうに応援してくれるみんなの記憶に残ってるなんて今思い返しても素敵な体験だったなえハンドルネーム漢字の姫に星とくれないで姫星紅くれないさんって呼んでもいいかな。 ようやくの1位、皆さんお疲れさでしたひめほしくれないさんもお疲れ様お祝いの言葉もありがとうねその他にもね優勝おめでとうコメントをたくさんもらったからお名前を紹介するねえただのわんこさんフロストさんたこ焼きまつりさんアールグレイさん エルシモさん VT さんあその他にもたくさんお祝いのコメントをもらってるよみんな心がこもったお祝いのコメントをありがとう第1かから変わらず応援してくれてる人がたくさんいて本当に嬉しい私、きっと一生忘れないと思うよ もう、お別れの時間だねわかってはいたんだけど寂しいなあお別れの前に最後にひとつだけみんなに伝えたいことがあるんだけどそれだけ話してもいい時間あるかなおうあ、ん、ありがとうディレクターさん。 私が言いたいのはみんな自分を大事にしてねってこと私はね応援してくれるみんなが大好きだから元気でいてほしいし毎日ちょっとした幸せを見つけられる日々を送ってほしいんだ例えば忙しくて朝ごはんを抜いちゃう人は一息つける時間で おしいものを食べてみてお仕事が忙しくてくたくたになって帰ってくるとお風呂に入るのはめんどくさいかもしれないよねでもねちょっとだけ頑張ってほしいのきっと気持ちいいしリラックスもできるよあそれからお休みの日は思い切って自分だけのために時間を使うとか。 そうやってちょっとずつでいいから自分を大切にしてほしいの私はみんなが私を大好きって言ってくれる気持ちに謙遜はしないよそれってとっても失礼なことだと思うからねだからこそ私を大切に思ってくれるみんなを私は大切にしたいしみんなにも自分を大切にしてほしいんだ。 お互い、ずっと幸せに生きていけたらいいよね <laughs> まだまだ話したいことはたくさんあるけど今日はここまでにしないとね <laughs> また機会があったらそのときはめいっぱいお話ししようねえラジオを聴いてるみんな改めて第7回ファンクラブバトルに参加してくれてありがとう。 これからも私たちのことを応援してくれると嬉しいな応援してくれたみんなが明日も元気で笑っていますように <laughs> またね